トムロフトのレース場と飼育日誌、ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。6月27日月曜日の朝です。おはようございます。ハトさん、おはようございます。今日の棚の上の位置は BW のオス、いつもここにいる鳥ですね。お気に入りの鳥の一羽です。隣につがいになっているメスが来ましたね。この鳥は母親とその息子です。似てますよね。出社口を開けて社会開始です。3番子が厩舎の中に6羽ぐらい入ってますので、その子たちが外に出ないように出社口を開けたら早めに閉めようと思ってます。飛び始めたハトたちです。今日の天気は晴れ、風は南風1メートルから2メートルです。今日も暑い日になってます。この暑い中飛び回ってくれると呼吸の方もだいぶ落ち着いてくると思います。飛び始めたハトは上空に上がって旋回を始めてます。これまだ全数じゃないですね。徐々に徐々にこう飛び上がっていく感じです。厩舎の屋根の上に止まっていたハトも飛び上がって今全球飛翔に移りました。厩舎の中には3番子と1番子、中には2番子も残ってますね。出ないで少し出社口を閉めるのが早すぎたようです。3番子大事ですからね。外に出ないように早めに閉めるのは正解だと思ってます。ただいまの時間は6時を過ぎたところです。飛び上がった後、急所の周りをぐるぐる飛び続けてます。ただもう低空に降りてきて、勢いがなんとなくなくなってきたなという感じもします。もうそろそろ降りてきそうです。だいたい飛び上がって最初の飛翔は15分間ぐらい。正球と飛びたくない鳩が降りた後また飛び上がるということを繰り返してますので、今日もそのパターンになるんじゃないかなと思ってます。厩舎の中にいる3番子たちです。このハエの鳥おとなしそうですね。いい感じで映ってます。このヒナ、これも3番子2羽ですね。あ、隣も3番子です。3番子3羽、まだなんかあどけない感じがしてます。厩舎の上にいましたハト、6時半ごろ飛び立ちまして、そのまま遠征に行きました。遠征に行きましたハト、6時45分ごろ他厩舎の鳥と一緒に戻ってきてます。だいぶ羽数これ多いですね。20羽ぐらい他厩舎の鳥が混じってるんじゃないかな。もううちの鳥は2回目の飛び出しをして15分、18分ぐらい経ってますんで、そろそろ降りてきたいんでしょうけども、他厩舎の鳥に引っ張られてもう少し飛んでいそうです。7時を少し過ぎたところです。他厩舎の鳥と別れて厩舎の周りを飛び続けてましたけども、スピードもだいぶ落ちまして、もう降りてくるなという状況になりました。あ、今降りてきましたね。はい、30分間の飛翔お疲れ様でした。いや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 、降りてきた後すごい口開けてますね。今日の暑さの中の30分間の飛翔、鳥は相当こたえたみたいですね。ほとんどの鳥が口開けてるし、ずいぶん羽を落としてる鳥もいますね。疲れたんですね今日はね。飛びにくい空、よく我慢して30分も飛んでくれました。これでこう呼吸が落ち着いてくると、この気温でも耐えられると思いますけども、もう少しこう耐えるには時間がかかりますね。またここで急に暑くなりましたので、この暑さに耐えるにはまた組み直し、やり直しですね。今日も暑い中よく飛んでくれました。最初の飛翔は6時5、6分で降りてきましたから、まあ、20分間ぐらいの飛翔。2回目は6時半に飛び出して7時に降りてきましたから、これは30分ぐらいの飛翔、合計で50分の飛翔です。この暑い中、まあよく飛んでくれました。
このくらい飛んでくれれば、気温が下がってくればいい飛び方になってくれるんじゃないかなと思います。心配なのは3番子ですね。もう出そうな雰囲気もありますんで、そろそろ出ていくんじゃないかなと思います。もうちょっと2、3日は厩舎の中に留めておきたいなと思ってます。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。暑い中順調な飛翔しましたハッタチです。失礼します。